今回は熊本県熊郡西木町のですね、清流熊梨というやつをですね、食べてみました。それで、この梨なんですけども、この映像でですね、見てお分かりのようにですね、1つの大きさがかなりですね、大きいです。で、持ってみるとですね、こう、ずしっとした重りもあってですね、食べ応えのありそうだなといった感じの梨です。で、今、箱にですね、入っているところなんですけれども、ヘタの部分がですね、下になっているので、 多分ですね、冷蔵庫に入れて保管するときもですねヘタの部分を下にして保管しておくといいんじゃないのかなと思いましたそれでこの梨ですね実際に食べてみるとですねすごくシャキシャキの食感で美味しかったですで甘みもですね、こうしっかりとしててとてもジューシーで水分をですね、こうたっぷりと含んだような感じでですね、すごく美味しかったです でただ甘いだけではなくてですねちょっとですね酸っぱみが混ざってるような感じとあと繊維の感じなんですけれどもうーんと硬水とかの梨だとですねこの繊維感がそれほど強くないと思うんですけれどもこの梨だとですね若干繊維を感じられるような感じで食べるですね梨かなといった感じですそれではこれから梨を食べてみますので音を聞いてですね梨の状態チェックしてみてください はい、このような感じでですね梨すごく美味しかったですし大きさもですねすごく大きいので1個あるとですねたっぷり食べれるなっていう感じですごくいい梨でしたもし気になりましたら一度食べてみてください